本日はこのローソンで購入したニンニクがっつり、これが厚切り豚焼肉弁当ですね。こちらを食べていきたいと思います。200円引きでした。で、あと8種の具材の豚汁ですね。こちらも食べていきたいと思います。こちらは100円引きですね。ではまずはちょっと豚汁からちょっと味見しちゃいますね。値段が上がってるところでちょっとやわにびきってとありがたいですね。まあ、それでも高いですけどね、やっぱ豚汁で330円のとこなと思うんで。豚汁ですね。まだちょっと天候に気を使って野菜がいっぱい入ってるというところだと思います、ね。こちらですね。先ほど温めたんでもうほかほかですね。じゃあちょっといただきますね。こちら。もう豚肉がちゃんと入ってますね、こちら。あと大根とか小松菜とかですかね、豆腐とか人参とかいろいろ入ってますね。じゃあいただきます。あ、美味しいですね。やっぱり豚汁はやっぱりもう体に染み渡る感じで、もう出汁も効いてる感じですね。やっぱりあとゴロッとしたジャガイモもまたいいですね。ごぼうとこんにゃくもいい味出してますね。やっぱりたくさん具材が入ってる豚汁ですね。続きましてメインディッシュの厚切り豚焼肉弁当。まあ、ちょっと豚かぶりなんてあれなんですけど、まあ、全然違う豚なんでいいということにしますか。こちらも見てくださいよね。肉とね、ご飯とってところで、この肉がまた美味しそうですね。この厚切りですよ、もう。こちらすごいですね。もうなかなかコンビニ弁当でこういうのないですね。いただいちゃいます。うん、あ、ニンニクでパンチが効いてていいですね、やっぱり。うん、あ、これはご飯が進みますね、本当に。この厚切りのニンニクですね。美味しいですね。なかなかコンビニでこのクオリティは出せないと思いますね。このゴロッとした感じがいいですね。火でやっぱり量が少ないです。やっぱりもうなんか半分以上食べちゃいましたね、肉を。味噌みたいな感じでスパゲティが入ってて、まあ、これも美味しそうですけどね。あ、ニンニク醤油でこのスパゲティもなかなか美味しいですね。普段なら味噌なんでがっかりなんですけど、これはこれで美味しいですね。味がついてますね。いや、美味しい。値段がやっぱり200円引きでちょうどいいぐらいな感じなところですかね。やっぱり定価だと買いづらいところですね。美味しいんですけど、ちょっともうちょっと量あればいいんですけど、200円引きで524円ですからね。あの、500円ぐらいがちょうどいいんですけどね。やっぱりちょっと定価だと高いなって感じですね。でもやっぱコンビニ弁当の枠は超えてる気がしますね。やっぱり普通の定食屋でもなかなかこんな厚切り肉食べれないですね。ご飯が進みます、本当に。もうな、肉がなくなっちゃったんで合ってないですよね、やっぱり。
これで500円ならいいんですよね。まあ、700円以上するのはもうちょっと肉入れてほしいところですね。まあ美味しいんで、小食の方にはいいかもしれないですけどね。私としてはちょっと物足りないですね、やっぱり、ね。まあそういう意味だと200円引きでちょうどいいって感じですね、やっぱり。あとこそか、ご飯絡ませれば美味しそうですね。うん。結構いいあのソースなんですね、これ。ニンニク、メカツンズキですね。やっぱジャンクフード系な味なんで、ちょっと好みは分かれるかもしれないですけど、個人的には好きですね、やっぱり。まあまあ、やっぱもうちょっと肉が欲しいところなんですけど、まあ、しょうがないですね、やっぱりコンビニなんで。さすがにコンビニで安いっていうのはなかなか難しいですからね、やっぱり。まあ、こういうところで工夫を凝らしてってところですかね。あとポテトサラダは食べてなかったですね。ポテトサラダですね。うん、一口サイズなのですぐなくなっちゃいますけど、結構しっかりしてますね、ポテトサラダは。いや、これももうちょっと欲しいですね、やっぱり。一口でしたね、本当に。つるっと。ご飯ちょっと混ぜて、これもいただいてみます、ね。うん。ああ、いいですね。やっぱご飯絡ませると美味しいですね、これ。うん、これはいいですね。うん。ジャンクな感じがたまらないですね。ペロッといっちゃいましたね。で、最後のメインディッシュの豚汁ですね。じゃあもういっちゃいます、ね、やっぱ美味しいですね、豚汁は。こだわってる感じですね、やっぱり。結構いろいろと具材も入ってるそうなんで、うん、カプリンも結構あの124なんで少ないかもしれないですね、うん、野菜がたっぷり入ってるんでカロリーが少なめなんですかね。うん、まあ少々高めでしたけど、2つで結構栄養バランスが取れたような気がしますね。美味しかったです。あの、以上です。ご視聴ありがとうございました。